こんにちは、動画ファンの成田です。今回は、PDF の便利なソフトをご案内したいと思います。今回ご案内する PDF Exchange Viewer、こちらのソフト、無料でお使いいただけるソフトなんですけれども、Adobe Reader と同じように、PDF ファイルを閲覧するソフトとしてもご利用いただけて、なおかつ、編集、スタンプをしたり、注釈を書き加えたりと、編集もできる便利なソフトとなっております。それでは、早速インストールの方から行ってみたいと思います。こちらの方にリンク貼ってあります。PDF Exchange Viewer、こちらをクリックしてください。窓の森が開きます。窓の森からダウンロード、こちらをクリックいたします。そうすると、ダウンロードの方が始まりますので、しばらくダウンロード終わるまでお待ちください。はい、ダウンロードが終わりまして、こういったマークになりましたら、こちらをクリックして、ファイルを開いていきましょう。実行をクリック。コンピュータへの変更許可しますかと出たら、はいをクリックしてください。はい、インストール中に利用する言語、日本語がありますね。OK をクリックします。はい、少し待ちますが、そうしますと PDF Exchange Viewer のセットアップウィザードが開始いたしますので、では次へをクリックします。使用許諾契約書は同意するにチェックを入れて次へ。インストール先の指定、これは特に変更を加えないでください。このまま次へ。こちらのコンポーネントの選択、これは特にこのまんまで、変更を加える必要はないかと思います。このまんま、フルインストール。ですね。この状態で次へ。プログラムグループの指定、こちらも特に変更を加えなくて結構です。このまんま、チェックの方もこのまんま入れないで次へ。ここは、デスクトップにアイコン作成する場合はチェックをこのまんま入れておいてください。デフォルトのリーダー、PDF リーダーとして使いたい場合はここにチェックを入れてください。PDF リーダーとしては通常は Adobe リーダーなどを使用する場合はここのチェックを外してください。次へ。プロ版とフリー版と選ぶようになります。で、プロ版は、有料のソフトになりまして、シリアルキーが必要となりますので、フリー版、こちらにチェックを入れましょう。そして、次へ。はい、インストールの準備が完了しました。となりますので、インストールをクリックします。はい、インストールの方が始まりました。少しお待ちください。はい、インストールの方が終了いたしました。ここのチェック入れた状態で完了を押すと、PDF Exchange Viewer の方が開きます。ではちょっと、この状態で完了をクリックしてみましょう。はい、そうすると一番初めはこういう、このアプリケーションを規定の PDF Viewer にしますかというふうに表示されます。はいかいいえをクリックしてください。はい、こちらが PDF Exchange Viewer の起動した画面となっております。こちら一回バッて閉じます。デスクトップにアイコンを作成いたしましたので、ここに PDF ビューアーのこのようなアイコンが作成されております。これを使って、それでは実際に PDF ファイルを確認してみたいと思います。はい、それでは今回もこちらのパーフェクトという私が作成した無料レポートになるんですが、こちらを、この PDF ビューアーでちょっと見ていきたいと思います。ですね、例えば、これを開くときに、今これ Adobe Reader が規定のプログラムになっているので、ただダブルクリックすると Adobe Reader でもってこのファイルが開いてしまうんですね。Adobe Reader で開いております。PDF Viewer、こちらで開く場合は、何通りかやり方あると思うんですが、一番簡単なのは、このファイルを PDF Viewer にドラッグ&ドロップして、こんな感じで重ねてあげる。そうすると、PDF Exchange Viewer で開くという項目が出てまいりますので、この状態でパッとマウスの指を離していただくと、PDF Exchange Viewer で開くことができます。または対象のファイルを右クリックしていただいて、プログラムから開くを
クリックしていただいて、このプログラムの選択から、表示がない場合は、下をクリックしていただいて、さらにない場合はこの参照をクリックしていただくと、プログラムファイルズが開きまして、このトラッカーソフトウェア、こちらになりますので、これを開いていただくと PDF ビューアーがありますので、この PDF X ビュー、これをクリックしてください。そうするとここに追加されますので、OK と。していただくと PDF エクスチェンジビューアーで見ることができます。一回これやっておけば指定のプログラムにすることもできますし、プログラムから開くの中にこのように常駐させることもできますので、こちらの方もよろしければお使いになってみてください。それでは PDF エクスチェンジビューアーで開いてみたいと思います。はい、そういたしますとこのような形で PDF ファイルが開きました。いつも通りAdobe リーダーですとか、他の PDF リーダーで確認するのと同じような感じで、こうやって PDF ファイルが閲覧できます。で、この PDF エクステンジビューアーのもう一つ便利なところがですね、一旦じゃちょっとこれを小さくしておきますけれども、それではこの YouTube、この YouTube のファイルも PDF エクステンジビューアーで開いてみたいと思います。同じようにこのような形で開きます。そうするとタブで、ここをご覧ください。左上ですね。タブでこんな感じで表示されるので、いくつも PDF を開いたときに、こんな感じで、タブで管理できるのは非常に便利だと思います。その都度その都度ファイルが開かないので、操作性も非常にいいかと思います。もちろん一つだけファイル閉じるときは、それぞれのタブのところのバッツを閉じていただければ、閉じることができます。で、もう一つ、こちらの PDF エクステンジビューアーの便利な点が、いろいろな編集ができるということです。それではちょっと一つ一つ確認をしていきたいと思うのですが、それではですね、じゃあちょっとこのページを開けておきます。この一番上のメニューの中からツールですね、ここをクリックします。そして、この中のコメントとマークアップツール、ここにカーソルを合わせていただくと、こんなにたくさんの、編集のツールがあるんですね。例えば、スタンプツール。ここにカーソルを合わせていただくと、英語なんですけれども、こんな感じでスタンプを押すこともできます。例えば、それではファイナル。終わりってことですよね。ファイナルというのを選んで、こう、カーソルがスタンプのマークになりましたので、こんな感じで。じゃあ、こちらの FC2 動画は終了しましたとかいう場合は、こんな感じでスタンプを押してあげることができます。元に戻るときは、こちらの元に戻る。先へ進むときはこちらで先へ進むことができます。はい。そうしたら続きまして、同じくツールのコメントとマークアップツール、こちらを開いていただくと、コメントツール、これをクリックしていただいて、適当なところでクリックしてあげますと、こういう吹き出しのマークが入ってコメントを入れることができます。こんな感じでコメントを入れてあげることができます。このコメントツールは、こんな感じで余白に表示がされていて、何のコメントかっていうのがこんな感じでわかりますね。こう矢印で引っ張られる感じになりますので、こういうふうに細かい場所の設定をしてあげることもできます。続いて、コメントとマークアップツールの中から、このタイプライターツール、テキストボックスツール、吹き出しツール。こちらはですね、今のコメントとはちょっと違いまして、このファイルの中に、こんな感じで、吹き出しのようなコメントや、注釈を付け加えてあげることができます。先ほどのコメントはちょっと違う形になりますね。直接 PDF ファイルの方に書き込むような形になります。続いて、テキストの強調ツール、テキストの打ち消しツール、テキストの下線付けツール、こちら大体3つとも似たような感じなんですが、強調ツールはマーカーを引きます。これは文字を打ち消すような形でラインを引くことができます。こちらはテキストの文章の下に下線をつけ、アンダーラインをつけることができます。で、ちょっとこのマーカーをやってみたいと思います。マーカーを選択して、
マーカーをつけたい部分。では、このリアルプレイヤーという、ここを、このままビーッと、マウスでなぞってください。マウスクリックしたままなぞってください。パッと指を離していただくと、リアルプレイヤーと書かれた部分が、マーカーで、ラインを引いたようになりました。はい。そして続いて、同じくこのコメントとマークアップツールの中の、こちらですね。図形のツールですね。例えば四角形ツールなんかを選んでいただきますと、こんな感じで四角で囲ってあげることができます。この図形のツール、四角だったり直線、矢印、楕円、折れ線、多角形、雲型などいろいろ形を選んであげることができます。続いてこの鉛筆ツール。この鉛筆ツールはですね、こちらをクリックしていただくと、マウスで、鉛筆で文字を書くような形で、マウスで書き込みができます。なので、例えばここにマウスをクリックしたまんま、文字と、こんな感じで、入力。マウスで文字を書くように、こんな感じで入力ができます。続いて、同じくこのコメントとマークアップツール、この中から消しゴムツール。これは今書いた文字などをこんな感じで消しゴムで消すように消すことができます。このようにコメントとマークアップツール、たくさんツールがあるんですけれども、PDF ファイルを印刷することなく、このように注釈を加えることができますので、ペーパーレスとなって非常にエコで便利だと思います。そして、あとこの PDF エクスチェンジビューアーのもう一つ便利な点をご案内します。同じくこのツールの中のリンクツール、こちらにカーソルを合わせると、この2種類の項目があります。四辺形リンクツール、こちらをクリックしてください。そして、このように URL が記載されている部分が PDF にあった場合、この URL をこのように四角く囲ってあげます。そうすると、こういうリンクのプロパティというのが開きます。そしたらこのアクションをクリック。そして追加をクリックします。そして、このドキュメント内のページに行くを追加。別のドキュメント内のページに行くを追加、ウェブリンクを開くを追加、ファイルを開くを追加というふうに選ぶことができます。URL を選択した場合は、インターネットのリンクを追加したいと思いますので、ウェブリンクを追加、こちらをクリックします。はい、そうすると URL を入力してくださいと出てきますので、先ほどのこの URL の場所がこの YouTube のこちらになりますので、この URL をコピーして、こちらの PDF をもう一回開いて、ここへ貼り付けと、やって OK とやりますと、で、もう一回こちらを OK とすると、ここに、URL のリンクの方が埋め込まれました。これをですね、ハンドツールに変えてあげると分かりやすいと思います。通常こういう、パーの手の形になっていると思うんですが、リンクが貼られるとこういう指が人差し指で刺したようなカーソルになります。で、こちらをクリックすると、こんな感じで URL を開きますかという警告が出ますので、はいというふうにやりますと、こんな感じで先ほどの YouTube が開きました。こちらのリンクを貼り付けるという機能ですね。これ非常に便利だと思います。このような形で PDF エクスチェンジビューは通常のPDF リーダーとしても、非常に使いやすいソフトだと思いますし、それ以外にも注釈やスタンプなどコメントを付け加えたり、なおかつリンクも埋め込むことができる非常に便利な PDF リーダー、PDF ソフトだと思います。ぜひこちら無料になっております。お試しになってみてください。それでは以上となります。